あ、こんにちは。豊さん。ちょっと斜めに。あ、今日は斜めにね。はいはい。いやいやいや、今日はマイクがあるからね。いつもね、このリモートの時は斜めになりますけれども、はいはい、甲子園の、あ、甲子園というか、あの、高校出身、高校野球かな、はい、高校出身別の、ベストナインでバーサスっていうのを戦わせてみたじゃないですか。PL と大阪桐蔭とか、あと東海大相模と、横浜高校な、うん、やったじゃないですか。大学も忘れちゃいけないですよね。いやいや、やっぱ大学の方がやりやすい。やっぱそれだけプロに輩出してる人間が多いから。そうですよね。あ、やっぱ高校はね、あの、偏るな。やっぱ名門校はよく出してるけど、はい、名門校は出してないって。まあ、うん、その4校、今言った4校はすごく輩出してるんだけど、うん、他もよしやっていこうと思ったら、うん、なかなか選手がいないというね。結構無理があったんですよね。突出した選手は結構出てる高校もあるけど、はい、その後続いてないというかさ。そうなんですよ。なので、でも大学は平均的に出してるからね。はい、そうです、そうです、そうです。まあ、それなので今回から、6大学と東都大やってみましょう。はい、なあ。で、これ6大学と東都って戦うことって練習試合は、まあ、練習試合もやるし、はい、まあ、選手権、俺らがね、選手権出た時に、はい、夏のね、大学選手権出た時に、うん、決勝早稲田だったんだよ。中央対早稲田だったんですか。そうそうそう。その時はどっちが。当たり前よ、お前。俺らお前楽勝だったよ。中央勝ったんですね。8対3ぐらいで勝って。お、え、その時、相手チームってどなたか有名な方っていました。岡田さんがいた。あ、阪神の。あ、阪神の岡田さんいたよ。お、あ、勝ったんですね、豊さん。勝つよ、お前。すごい。実力のトートって言われてたんだぞ。すごい。じゃあ豊さんのその時の一緒にいたチームメイトっていうのはどなたいらっしゃいました。まあ、ピッチャーで言えば高坂さんっていうのがいたよね。まあ、後ジャイアンツ入るんだけどさ、ファーストに小川さん、小川監督。あ、お、小川淳二さんですか。うん。で、俺がセカンドでしょ。で、ショートに俺の1個年下の尾上っていうのが、これ中日のドラフト1位だったんだよ。はいはいはい。で、外野は熊野さんっていうのがいて、はい、これはオリックス、阪急。うわ、すごい。まあ、社会人経ってね。だから、そうそうたるメンバーいたんだよ。みんなすごいですね、すごいメンバー。すごいすごい。すごいすごい。うん、じゃあ、やりましょう。早稲田対中央。はい、中央な。はい。で、どっちが先だよ。どっちが先がいいですか。もうそれはもう、あの、中大 OB の豊さんが決めてください。いや、それはさ、早稲田を置いてさ、うん、中央先に言うわけにいかないよね。なんでですか。これはやっぱ学生の走りで、最初に早慶戦っていうのが始まって、うん、これが学生野球に広がっていったというさ。はい。だからそれは早稲田を立てないと。じゃあ早稲田から行きますか。いいんですか。早稲田から行こうよ。わかりました。考えました。はい、考えました。早稲田多いですね。多いなお前ね。それ比べる対象が中央でお前言ってるだろ。いや、違う、絶対そうだ。多いなって、純粋に多いなと思ってる。いや、純粋にどこと比べてもやっぱ早稲田多いですよ。多いな。歴代だって、どの選手をベストナインで入れようかと思って書き出したらもう溢れてしまって。まあ、そうやな。はい、入れられない選手が多かったんですよ。だって、うん、例えば矢沢健一さんとかもそうですよね。はい、お前入ってないの。入れられなかったです、ベンチです。まあまあいい、まあまあいい。じゃあ行きますね、さらっと。私、ピッチャーは有原康平投手です。はい、はい、で、はい、1番レフト松本忠、ね、打順はいいっつうんだよ。だって打順入れちゃった。打順はいいっつうの。さらっといいですか。じゃあポジションでいいよ、ポジションで。さらっと、あの、セカンド西俊久。キャッチャーは、キャッチャーは山倉さんですよ。キャッチャーどうなってんの。キャッチャー山倉さんです。言ったの。はい、山倉さんね。あ、そうかそうか、はい、山倉和弘。ファーストは、石井博さんです。石井博、はい、で、セカンドが西俊久、はい、サードが岡田昭信、ショートが鳥谷隆、はい、で、レフトが松本忠、で、センターが青木宣親、で、ライトが金森英治。なんか似てんな。頼るな。打順までか、これ打順考えるの結構大変だったんですよ、実は。打順なんか考えなくたっていいよ、お前。じゃあ、豊さん、じゃあ、お願いします、早稲田。早稲田、ピッチャーを和田。あ、和田剛さん。和田剛。はい。
まあ、それはそれはさ、八木沢さんとかさ、有原康平とか小宮山とかさ、そう、すごいんですよ、ね、まあ、まあ、そこそこいるんだけど、はい、やっぱ大学の時の実績とかさ、いろんなこと考えたら和田になるよね。で、キャッチャーが山倉さんだよ。あ、やっぱり一緒だ。ファースト、はい、ここは矢沢さんでしょ。お前石広だよね。私は、はい、矢沢さん現役で見てない。見てないか。石広も確かにいいよ。うん、勝負強かったし、はい、だけどね、矢沢さんのあのバッティングセンスっていうのは、はい、すごかったよ。ああ、そうなんですね。ああ、はい。セカンドは西。ああ、いや、はい、西さん、はい。で、まあセカンドの岡田さんを、うん、まあ大学の時もサードだったからね。はい。だから、まあサードに持ってきて、うん、でショートが鳥谷だよ。うん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 。まあここら辺はもう実証になるな。もうそうなりますよね。あ、でレフトが青木。あ、レフトには、はい、青木のりちか選手、はい。あ、でセンターに松本忠。はい。でライトに金森英二が、うん、今後の期待を含めて俺は重信かなと思ってるんだよね。おー、重信慎之介選手ですね。まあ現時点ではやっぱ 金森さんかな。そうですよね、そうですよね、うん、現時点ではね。その昔で言えば、うん、広岡達郎さんっていうのもいたんだよね、ショートで。はい、広岡達郎さん知らない？長嶋さんと三遊間を組んだという、うん、おお、広岡さん。長嶋さんが派手なプレーで三遊間のボールを取りに来るから、はい、俺の見せ場がないって怒った人なんだけど。まあ広岡さんっていうのは吉田芳雄さん、あ、はいはい、と同じような年代で、はい、阪神の吉田か巨人の広岡かって言われたぐらい守備の名手だったんだよね。あ、そうなんですね。あ、だからまあ素晴らしい選手が出てるなっていうね。なんで豊さんその方入れなかったんですか？やっぱ鳥谷の実績とかいろいろ考えるとさ、うん、やっぱ守備だったら広岡さんの方がうまかったと思う。でもトータル的に見ると、うん、打つことも考えてね、はい、見るとやっぱり鳥谷になるかなって思うよね。あ、だからいい選手出てるな、やっぱり。いや、いっぱいいます、いっぱいいます、本当に。まあ、早稲田やっぱりすごいな。でもお前、矢沢さんあったら怒られるぞお前。でもそうですよね。そう、そう、プロ野球ニュースでね、矢沢さんお会いしてたので。じゃあなったでしょ。はい、なりました。いやだから矢沢さんをベンチに置くこの早稲田のこの層の厚さ、やっぱすごいな。いやいや、置いてないから俺は。あ、親、そうか、お前が勝手に置いてるだけだよ。すいません矢沢さん、すいません。本当だよ、謝ってくれちゃんと。はい、すいません。矢沢さんに会ったら矢沢さんすぐにあのもう本当にすぐに使います。さあ対する、はい、中央ね。中央です。じゃあいきますよ。はいはい、まずピッチャーが、私は三馬学投手です。ね、意外にね、中央ってピッチャーいないんだよ。あ、沢村投手はいますけど。沢村ね、うん、どちらかるからな、あいつ。一番に私はレフトの亀井選手ですね。亀井さんを持ってきました、うん、ポジションでいけって。あ、ポジションいっちゃいますね。で、キャッチャーが阿部慎之助で、ファースト井上誠也で、セカンド高木豊。はい、はい、もういない。ここ外したらお前もうスイッチ切るからな。いや本当ですよ、画面から私いなくなっちゃう。で、サードが、はい、ロッテの松田慎選手。松田慎、松田なんかいた？いますよ。います。なるほど。います。で、ショートがあの尾上明さんです。あ、豊さんがさっきおっしゃってた尾上明さん、はいはいはい。で、レフトが、亀井義行。はい、亀井義行で、はい、センターが富島健二で、ライトに小川淳二という。ちょっとちょっと違うな。あ、これ楽しみ。ちょっと違います。あ、まあ行くぞ。お願いします。ピッチャーが高橋義正さん。高橋義正さん、あ、まあ巨人でも活躍した選手なんだけど、はい、この人はちょっと変則でね、うんうん、うん、まあまあ、あの活躍した人なんだよ。はい。で、田村さんっていうのもいたんだよね、アンダースローの。この人はね、アンダースローながらね、150キロ投げたんじゃないかっていうぐらい球速かったんだよ。すごいですね。大学の時なんか本当に打てなかったっていうの。
いやまあそういう伝説、俺も直接見たことがあるわけじゃないけどさ、はい、でもすごいいいピッチャーだったっていうふうに伝え聞いてるよ。でも、まあ、高橋をします。はい、でキャッチャーが新之助、はい、阿部新之助。まあここはさ、はい、もう右に出てくるもんはいないよ、はい、全くね、はい、ね。でファーストが井上誠也、はい、ロッテ、はい、うん、もうちょっと大学の時、大学でチームを組んだ時には痩せさすけどね。お前何ブグブグ太ってんだって多分気合い入れられると思うよ。絞れと言われるところですね。いやもう大学の時だったらね、うん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 、あれやってんだってみたいな、ブグブグ太りやがってって多分言われてると思うよ。大学時代だったら言われてると、言われてる、うん、でセカンドは俺かな。はい、まあまあそうですよ。でサードに桑田武さん。はい、桑田さんってホームラン王も取ってるんだよ、プロ野球で入って。で長嶋さんが三冠を取りそうな時に、はい、一つの部門ホームランだったかな、うん、取ってんだよね、うんうん、で長嶋さんが三冠を取れなかったという、桑田さんがいたために。はい、まあ、だからそういう選手がいたんだよ。はい、中央ね。はい、はい、でショートが石渡さん、近鉄バファローズ。はい、これもういい選手だったよ、この人も。そうなんですね。あ、うん、でレフトが亀井、はい、はい、でセンターが中塚。中塚さんって PL 中央太陽なんだよ、はい、おー、あー、まあそこそこしぶといバッターでさ、まあ、はい、でプロ野球で盗塁を持った人なんだよね。あ、豊さんよりも年代的には上の方ですか。もうもちろんもちろん全然上上、うん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 、で神宮のセミって言われてた。なんでファースト守ってたの、学生の時は、うん、プロ入って外野に行ったんだけど、はい、ファーストやっててさ、うん、ってずーっと声出してたらしい。うるさい。もうそれで神宮のセミって言われて。そうなんです ね。そういう伝説が残ってるわけ。あ、じゃあ神宮のセミ。あ、はい、でライトが末次さん。これは王さん、長嶋さん、5番バッターに末次っていう、だから ON を支えたのは末次だって言われてるぐらい、はい、まあ5番を打って怖がられたという選手なんだ。あ、そうなんですね。あ、ジャイアンツ多いですね。そうなんだよ、中央ってジャイアンツバツなんだよ、うん、あるんでしょうね、そういうラインがあるある、うん、だってスカウト部長が中央出身だから。あ、じゃあやっぱそうなってきますよね。王さんを教えたっていう宮井さんが、はい、宮井さんっていう監督がいたから、うんうんうん、だからジャイアンツにルートができるよね。あー、そっかそっか、うん、俺もジャイアンツに行く予定だったんだよ。言ってましたよね。言ってたんだよ、本当に。そしたら取れって言ってたんだから、高木豊が取れよって。なのに。それだけたら違うんだって。おかしなことですよ、本当に。まあまあ幸せなことだけどね。そう、まあプロに入ってできたら。ジャイアンツに行ってたらどうなってたかもわからないけどね。ジャイアンツに行ってたらポジションって豊さん、セカンド。まあセカンドかショートだろうな。ああ、じゃあ誰と被ってくるんですか。篠塚さん。ああ。だからどっちかがショート行ってんじゃん。いや、だってその時河野さんっていう人がもうベテランになったりとかしてて、はい、うん、ちょうどのポジションをどうしようかっていうことで俺の名前が出てたんだ。でその時にドラフト1位が原監督でしょ、今の、はい、原監督で駒田だから、だから内野手内野手取ってんだよ。あー、本当だ、俺だったんだよ。俺らにバカ野郎、お前何やってんだよ。いや、太陽もいいチームですよ。いや、いいよいいよ、全然いい、はい。さあ、ちょっとね、早稲田と中央大学のベストナインが出ましたが、ああ、どっちが強そうか、もう早稲田が勝ちそうか、それとも中央大学が勝ちそうか。はい、うん、どっちでしょう。じゃあ、早稲田と思う人。なんだよ、なんだよ、俺 OB だからさ。でもね、相性っていうのがあって、はい、昔から早稲田には強いんだよ。お、じゃあ勝ちますよ。どんなメンバーであろうと。ベストメンバー見たらちょっとあれだな、負けちゃうな。いやいやいや、ほら、相性がいいから、昔から早稲田、相性がね、10代は。これはまあコメント欄にね、はい、これどっちが勝つかねえ、ちょっと書いてほしい、皆さん。でこれやっていきましょう、今度。まあとうとうバーサス6大学みたいな感じで。そうだな、うん、今度は慶応とどっか出していかないとな、とうとうは。そうですね、慶応と、まあ、慶応もいますからね。
高橋由伸慶応もそこそこいるよとかもそうだし、うんうん、そうなんだ。ちょっと楽しみに、はいはい、このシリーズやっていきましょう、はい、はいはい、わかりました。